愛媛県大洲市、清流肱川を望む高台に20世紀初頭のすき家があります。名作ナンバー85、我流山荘。明治の貿易商高知虎次郎が日本建築の粋を集めて作り上げました。山荘には3つの建物があります。こちらは我流院。我流院の2つの縁側の長さはそれぞれ3間、5メートル余り。その間に柱など視界を遮るものは何もありません。四季折々の庭の風景を部屋の中から直に感じ取れるように設計されています。日の光を浴びて障子に何かうっすらと浮かび上がっています。花いかだです。春の川を下るいかだに花が散りかかる景色です。俳句の春の季語にもなっています。こちらは肱川を見下ろす場所に立つ不老庵。ここにも粋な趣向があります。生きたままの牧の木を建物を支える柱に見立てているのです。どこまでも自然と一体でありたいという思いを表しています。天井は竹で編まれています。月が出ればその光が清流に反射して天井を照らしてくれます。窓からはすぐそばに川の流れが見えます。まるでこの庵自体が清流に浮かぶ小舟のようです。周囲の自然を感じ取れるよう巧みに演出されたすき家作り。我流山荘には季節の移ろいに人生の哀歓を託して生きてきた日本人の美意識が見事に結実しています。ここで茶室の名建築を2つご覧ください。京都山崎、千利休の美意識を伝える茶室があります。名作ナンバー86、妙喜庵大庵。緊張感に満ちた侘び茶の精神がここにあります。どんなに身分の高い人も頭を下げずには入れないにじり口。くぐるとそこはたった2畳の茶室です。安土桃山時代の茶人千利休、信長と秀吉2人の天下人に仕える一方、無駄なものを極限まで省いた侘び茶を完成させました。床の間は三方の壁と天井を土で塗り込めた室床です。隅を丸く仕上げてあるため広がりを感じさせます。壁はわらっさを混ぜ込んだ土を荒塗りしただけ。野趣あふれる趣向です。山村の民家に習ったと言われています。小さな窓から差し込む光が茶を立てる亭主に当たるよう設計されています。
たった2畳でありながら隅々まで趣向を凝らす。茶室は数寄屋造りに大きな影響を与えました。もうお茶室を超えてですね、まず世界の建築であんなものは例がないですよね。ちゃんとしたもう充実した建築でありながら畳2枚ですからね、面積が極小の空間と言っていいと思います。でただ狭ければいいわけではなくて、狭いけどもちゃんと充実している。まあ一種のおそらく人間がの建築の空間っていうのをどこまでこうギリギリ狭くできるかっていう実験をしたんですよね。藤森照信さんは大安とは対照的と言われる茶室を見るために京都大徳寺湖畔庵を訪ねました。作者は建築や造園に優れた能力を発揮した小堀遠州、千利休の孫弟子にあたります。これが遠州物火の延べ段といわれる非常に長い石を部分的に使った、でもなかなか気持ちのいい踏み石です。茶室へと誘う石敷きは自然の石と切石を絶妙に組み合わせた遊び心あふれるデザインです。湖畔庵の住職小堀拓岩さんが迎えてくれました。湖畔とは小さな船という意味です。障子の下をくぐる入り口は船に乗り込む趣向で、にじり口の役割も果たしています。名作ナンバー87、湖畔庵傍船。12畳の広さを持つ書院風の茶室です。上半分に障子を配し、庭の眺めを大胆に切り取った見事な構成です。振り返って庭側を見るとやっぱ素晴らしいですね。そうですね、この庭がまあ一番有名でして、そうですね、この窓の高さが千石棟の窓を模して作られている、そういう割になって船窓の席とも言われておりますんです。天井には船の気分を盛り上げようと特別な加工が施されました。これがその砂ずりの天井と言いまして、あの砂ですって木目を表した、そうですね、5分をかけて砂で擦ってある。ですから柔らかいところへ白い粉が染み込みまして、そして木目が特によく出るわけなんですね。で、まあ波紋が反射して映ったところ、この杉の年輪が波紋、はい、になってるわけです。杉の年輪を波に見立てた天井、茶室の外に向かって流れ出していくようです。この茶室のとっておきの場所を教えてもらいました。それは亭主が座る席です。ここが一番いいですね。そうですね、そこが一番ここへ座るともうこの畳2枚は茶室ですね。まあ落ち着きます。落ち着きますね。亭主の席から床の間の方を見ると小窓が設けられています。描かれた山を眺めながら茶を立てる、遠州ならではの粋な遊びです。さらに小窓の下は華やかなドンスで飾られています。南蛮渡来の珍しい切れです。
隅々演出するっていう。はい、それから本当に隅々まできちっと気を使って作っておられるんでしょうね。粋な遊び心に満ちた遠州の空間です。